はい、ということで今回スーパーマリオブラザーズ35 135って言った方がいいの、どっちがいいんだろう135 35を、まあ、ちょっと前に、まあ、リリースされて流行ってたんですけどやってなかったということで、ちょっとねチャレンジしてみたいと思います。で、情報あんまり入れてなくて、まあ、ほぼ初見みたいな感じなんですけど、まあ、どうやらマリオスーパーマリオブラザーズで行うバトルロイヤルらしいので、まあちょっとねもう早速いっちゃおうかなっていう、35人バトル早速いってみましょう。はい、希望するコースを選んでください。まあ1個しかないのでもうちょっと選びましょうか。ちょっとマジで初めてだから全くわからないんだけど、とりあえずマリオのコースをクリアすればいいんだよねきっと、おそらくね。さあゲーム開始、準備中、ギャー来た。何をすればいいのこれ。待って、わかんない。あ、とりあえず来たよ。ちょっと待って、結構さ、やばい。あ、待って、なんかもうみんな。ちょっと待って。いや、マリオね。得意じゃないんだよ。しかも1の1のコース全然知らないんだよ。知らないって言っちゃあれだけど、やったことあるんだけど全然詳しくないのよ。だからどこでこう土管に入っていくっていうのを正確に覚えてないから、まあちょっともう一回やろう。さすがにちょっと今のはひどい。これ敵を倒したりしてクリアした方がいいんだよね、おそらく。とりあえずクリアすればいいのかな、ちょっとマジで分かってないんだけど、まあ、とりあえずクリア目指そうか。とりあえずクリア目指そうかな。はい、とりあえずクリア目指そう。何あ、なんか時間が伸びるのか。敵とか倒して、ちょっと待って。これ時間が伸びる。時間伸びてるよ。いや、ひどい。さすがにひどい。さすがに終われない。こんなんじゃ終われない。せめてクリアだぞ。なんかちょっと見た感じ、今やってた感じ、なんか妨害とかができるのかな、他の人の。まあとりあえずね目指していこう、まあ、終われないよマジで。 OK、 でここでキノコを取るでしょ、マス。あ、なんかあ、なるほど、このクリボーがなんか送られてきたやつなのか、もしかして他の人から。敵を倒すと他の人のところに、やべ、敵が送られてくるのかな、もしかして。生き残ろう。ほい。オッケー。そして、スター取ったよ。これ、走るとかなかったっけ、マリオって。本体ないんだっけ。いよいよ。はい、ゴール、とりあえずゴール。あ、なんか次のステージ行った。オッケー、いいんじゃない。やばい。オッケー、これ確か、こう行くんだよね。よし。いいよ。
いいよ、調子いいよ、調子は悪くないよ。いいよ、悪くない悪くない悪くないよ。 OK、 来た来た、ゴールゴールゴール、はい、 OKOKOK、 いいよ、めちゃくちゃいいよ、さっきより。あ、また1の1に戻ってきた。あ、これを繰り返していくのか。やばい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 、どんどん難しくなっていく、どんどんだってとりあえずね、大きくなろう。どんどん難しくなってる、難しくなってる。なるほどなるほど、ちょっと分かってきた分かってきた、このバトルロワイヤル、バトルロワイヤルロイヤルシステムが。やばいやばいやばい、でもここで警護があるからこれ取っといて、とりあえずでもいいプレイをしていかないと。やばいやばい、これまずいね、厳しくなっていくわけだ。ほい、やばい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 ね、やばいねこれこれなんかあったっけ。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、ほい、あ、キノコだキノコ、やばいやばいやばい、頑張った甲斐があった、ここで。やばいやばい、いや大変大変大変、マジで大変なるほどねどんどん敵が増えていくんだ、これは大変だわ。とりあえずゴールをずっと目指していかないといけないんだ、なるほど。今回でもめっちゃ大変、15位、なかなか頑張ったんですよね今回。まあ、一回ちょっと戻ってみよう。いや、なかなか頑張ったんじゃない。で、アイコンがこんな感じでどんどん解放されていくのか、なるほどね。何にしようかな、まあ、普通にマリオでいいかな、とりあえず。スペシャルバトルっていうのが10月30日4時からあるんだね。なるほど、ステータス、あ、今までのやつとか見れる。ダッシュ Y か、 OK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 、 学習した。じゃあ早速行っちゃおう、また。あ、待って、解放された解放された。もうさすがにちょっと変えていこうか。今1の1と1の2をずっと繰り返してたから、次1の3行ってみよう。多分難しくなると思うんだけど、せっかくならね、どんどんやっていこう。このゲーム自体が、まあ、任天堂オンライン限定のやつなんだけど、確かね。で、なんか3月いっぱいだっけ、なんか決まってるんだよね、配信日が、遊べる期間みたいなのは。さあ、あ、なるほど、1の3まで。でもダッシュ覚えたから、待て、ここにね、キノコあるでしょ、キノコある、キノコある、ちょっと待って、これ難しいね。あ、ここじゃなかったわ、ここだったわ、ここだった、ここやばい、もうグダグダだよ。まあ、とりあえず頑張ってゴールを目指していかないといけないと。で、できるだけこう敵とかを倒していった方が、多分敵倒すと多分他の人に敵が送られるんだね、これ。やべ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 、もう早速多くない、なんかめっちゃ上手い人いない、待って、めっちゃ上手い人いない。 OK、 キノコ、もうダッシュ覚えたから。やべべ、調子乗ったらダメだわ。おい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 、スタート取りたい、スタート取りたい、 OK、 てて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 、落ち着こう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 、ふい、他の人に送られるから。あ、やべ落ちるのが一番良くないんだよね、多分ね。あ、バトルアイテム、アイテムルーレット一回使う。いや、むずいぞこれマジで。マリオマスターじゃないとなかなかきついんじゃない。今回20位。いや、まあなか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 よ。うん。
まあ、ダッシュ覚えたから。でもダッシュで調子乗っちゃいけないってことだね。頑張ろう。さあ、いやでも落ちるのが一番なんか虚しいわあの他の人に邪魔されたとかでもなく普通に落ちていったっていうのがね、悲しいねだから悲しい、本当に。頑張ろう。テレッテテレッテ。あ、なんか自分でこう敵を送れる人っていうのを決められるのかな。あ、やべ、あぶね。でも早い人はもう多分もうクリアぐらいの勢いでしょ。まあ、どっかなんか生えた気がするんだけど、どかん忘れちゃった。やべやべやべ。この上がキノコっていうのはさっきね学んだから。ただダッシュをね、やべえ、めっちゃ遅れ、やばい、めちゃくちゃ遅られてない、無理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 わあ、しょぼい。29位、しょぼい。あ、なるほど。なんか今右側にあったね、なんかコインを使ってスタート何の状態で行くかみたいなのが決められるのかな。じゃ最初からめちゃくちゃ無双してる人はそういうこと、そういうアイテムとかを使ったりしてるのかな。ちょっとわかんないね。他の人の画面ちょっと見ながらやってみようかな。チラチラ見ながら。どうなんだろう、アイテム使ってたりするのかね。あ、使ってるね。大きくなったりしてるね。早く。最初から。なるほどね。まあ、とりあえず、まあ、慎重に。ダッシュはあんまり、ダッシュ大事なんだけど、まあ、一番はダッシュしながら行けた方がいいんだろうけど、あんまり、こんな風にね、やっちゃうから。やべ、あっぶね。よく今は助かったな。やばいやばい、やばいやばい。キノコ、キノコ取りたい、キノコ取りたい。オッケー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 。うわ、やべやべ、いや多すぎる多すぎる、やーべ、失っちまった。あぶねやべ、キノコ欲しい、やべやべ、やべ、うわ無理だきついダメだ、焦ろうと思っちゃうもん。ダメだ。ダッシュを学んだがゆえにダッシュを使いたくなって突っ込んじゃってる感じする。いやちょっと悔しいわ。一回ちょっといい感じにね、一面と二面をいい感じにこう回すことができたから、あんな風にねできるようにもうちょっと頑張りたい。もうちょっとやろう、もうちょっと頑張ろう。うえ待って、二面からか。なるほど、行くしかねえ。ほい、オッケー、いよいよ、いよ、キノコ取って、ここもダッシュで行こう。この辺はダッシュで行こう。ふい、ふい、おい、のこのこ。おい、ちょちょちょ。ふい、やーべ、やっちゃった。やばいやばい、あっぶね。やばいよ、キノコ欲しいよ。キノコ欲しいよ。あぶね、パック当たってたよ。いやーもうかな、虚しい。32、35人でしょ、だって32ってもうめちゃくちゃしょっぽいじゃん。いやー楽しいなこれ。マリオあんまりこうスーパーマリオブラザーズをねあんまりやってなくてもね楽しいわでもむずいわ、やっぱマリオマスターじゃないからむずいわ。ああ、まだ2面からだ。でででででで。待て、キノコは取っとかないとやばいよな。待て、キノコ来い。よし。OK。ふっ。あ、待て待て。あれができるじゃん。ああ、やっちゃった。あぶね。ちょ待て。一回落ち着こう。一回落ち着こう。ほい。アイテム、ランダム使おう。わスタな、微妙だな。でもここでちょっと活性、いやめちゃくちゃ多くない。遅れたらゴールするのが遅れたらほんとどんどんきつくなっていっちゃうんだねこれ。あっぶねあっぶね、はい、これ一番目なしいやつ。
落ちんのが一番虚しいからマジで25位。本当早くゴールしないと他の人からどんどん送られてきたりとかしてどんどんきつくなっていくんだね。本当に難しいね。こうしやられないように慎重に行かないといけないんだけど、こう遅くなっちゃうとどんどん敵が増えてきてきつくなるっていう。難しいな。てかマリオでバトロワができるっていうできるんだね。できるもんなんだね。あ、これちょっとカウンター狙いにしよっか。こう方針ができるんだね。こう多分自分が結構倒した敵とかをどこに送るかみたいな、まあ、ランダムでもいいんだけど、まあ、一応なんか送ってきた人に対して送ってくれるのかな。カウンターおーい、ちょっと待ってくれ。ふい、これキノコ、これキノコ、キノコ、キノコじゃない？キノコ来た。どっかに地下ステージがあったと思うんだけど忘れちゃったから。やべ、めっちゃ多い、めっちゃ多い、めっちゃ多い。ちょ、上まずキノコをね取りに行きたい。乗っちゃった。ふい、よし、やり過ごして。多いわ、多いわ、やーばい、マジで多いわ。やべやべ、だからコインを取るのも大事なんだね。さっきアイテムがゲットできるから。やばい、多すぎる。キノコくれ、キノコ、キノコくれ、キノコじゃない。あ、むなしい。27位。みんな上手くないみんなマリオ上手すぎない？ちょっと一回贅沢にフラワー使っちゃおうか。お任せ開始やっちゃおう。これやっぱ143を選んでる人の方がやっぱちょっとあれかな、上手い人が来ちゃうのかな。どうなんだろう。とりあえずここからファイヤースタートでやったから、ちょっと一回ね敵を倒しながらバンバン他の人たちに送っていきたい。敵をクリボーとノコノコをどんどん送っていきたい。でんでんでん、こんな感じでスタートできるんだよね。まあ、こういうのも、まあ、やっぱポイントいつもはこうスコアがね待って、早い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 、全然敵倒してないからもったいねえ。ふう、あ、そう、根性大きい状態でなるとファイヤー出てるからちょっと待ってさすがにひどいっていや、むずい。マリオちょっとマリオ下手くそか、これマリオ下手くそか。まあ得意じゃないんだよね実際いやでもさすがにひどいわ。ちょっともうちょっと頑張りたいわ。いいプレイしたいわ。さあ1の1、またファイヤーから。そうだ、これはほんとね、慎重に行こう、慎重に。焦る必要ない、そう焦る必要ないんだ。ポインもね取っていきながら、もう敵もどんどん倒しながら。てかファイヤー持ってるんだったらそんな焦る必要ないか。敵どんどん倒してるわけだから。ふい、そうだよね、焦る必要ないよね。そう、どんどんねこんな風に送っていけるわけだから全然焦る必要ない。そうそうそうだそうだ、焦らなくていいんだ。落ちるのだけはほんとやめよう。ほら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 、あ、全然怖くない、何も怖くない、もう何も怖くないよ。コインを稼ぎながらもうどんどんね行っちゃおう。ちょっと待って、登れないいや、ちょっと待って、ファイヤー失うとね何もできなくなる。やばいやばいやばい、ちょっと待って、落ち着こう落ち着こう。 OK、 いや、よくない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 、やべ、マジでやばい、あ、やばいやばい、あ、あ、
あ、助けて助けて。オッケー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 。いや、むず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 。やばい、むず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 。後の静けさがめちゃくちゃ虚しい。やってる時はもう興奮でうえーって感じだけど、もうやられた瞬間にこう無に変えるのがすごい虚しい。いやでもファイヤーね、ファイヤーは焦る必要ないっていう、結構大事かもしれない。うん、ちょっと頑張ろう。ファイヤーを使って頑張ろう。ファイヤーボールを。そう、焦る必要ないんだよ。 OK。 いいよ。どんどん敵倒しに行った方がいいか。もう早めに行っちゃおう。ほらほらほら、こげ。いいよ。オッケー。どんどん送っていこう。怖え。やっちゃった。いやでもまだファイヤー取れれば。待て。ダメだ。キノコになっちゃうこれじゃ。いや、ちょっとアイテム取ろう。一回アイテム取ろう。キノコ。だからこのキノコの状態で、ファイヤーを取ることができれば、全然いいよ。オッケー。これでいい。危ねえ。怖い。ああ、最悪。マジかよ。やだ。ほい。ああ、怖い。ちょっと待って。あかん。待って、やだ。やだよ。やだ。この無音がマジで悲しい。みんな上手くない？ちょっと。マリオマスターが多いんだな。さあ。いやー、ちょっとね。緊張するなぁ、ちょっと。オッケー。慎重に行こう、ちょっと。慎重気味に。さっきから言ってるけど、結局焦ってるから。オッケー。いいよ。どんどん倒して、どんどん送っていこう。送っちゃおうね。危ない。しまっちゃおうね。オッケー。送っちゃおうね。どんどん送っちゃおうね。クリボーどんどん送っちゃおうね。ほい。オッケー。怖い。ここはもうちょっとダッシュ気味に行こう。オッケー。よし。いいよ。オッケー。完璧。最高。ちょ待って。ここちょっと地味にむずい。やべ。オッケー。これが一番虚しいんだって。次はちょっとラストにしとこう。1位取りたいな。ちょっとせめてトップ10、トップ5、もう1位取りたい。ただ本当に上手い人多い。マリオマスターが多すぎる。最後、まずはファイヤーで慎重に敵を倒しながら行く。いいよ。どんどん送っていこう。いいよ。いいね。
怖え。コイン1枚も取ってないのちょっと良くないね。リカバリーができるように。あ、待って、なんか一応さん来た。待って、いやちょっとね、全然慣れてないから多分落ちちゃう。あっぶね。待って、ふん、落ちるこれマジで。ダッシュ、むず。なんだこのステージ、やべえ時間ねえ。あ、やだ、そんなやだ、時間切れで終わるのやだ。時間切れで終わるのやだよ。あぶね、むずすぎるだろ。関係ないクリボーにやられたけど今。13位、惜しいな。トップ10入りたかったな。なるほど、痩せるで、ね、頑張ってさ、時間切れになるからクリアしないといけないじゃん。焦るね、ちょっとでも慎重に行き過ぎてもダメっていうことだ。はい、ということで、もう最高13位かな、最高。とりあえず初挑戦で13位までは来れましたけど、やっぱね1位取りたい、1位取りたいし、まだねコースが全然出てないから、出し切れてないから、コースを頑張ってね、ちょっとねコースも出したいし、もう1位で、とりあえず1位は1回は取りたいよね。うん、取りたい。ということで、このスーパーマリオブラザーズ35っていうものか、135っていうものかちょっとわからないけど、135の方がいいのかな。スーパーマリオブラザーズ135、またねやっていきたいと思います。1位取りたい。また会えたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。